おはようございます。おはようございます。憲法改正調査会の方を始めたいと思います。それでは会長の足立康さんからご挨拶をお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。それでは総選挙の後の最初の初めての憲法改正調査会を開催をしたいと思います。皆さんご承知の通り、事務局長の三木圭衆議院議員はですね、日本維新の会発足当初からこの憲法に取り組んできて、いわゆる緊急事態条項についてもですね、三木氏は三木さんの名前がつくですね、そういうものを公表してきた経緯があります。でその三木さんが国会に戻ってきてくれましたので、改めて、事務局長にご就任をいただいて、新しく開催をするということになります。で、先の総選挙の後、そもそも国会議員団の政務調査会は全て公開とフルオープンということでやってきてますが、この憲法調査会は、憲法改正調査会はですね、まさにそのオープンにすることに大変意義があります。でなぜかというと、政策論議自体をすべて国民の皆様に見ていただくということが、戦う政調会として、大事だということでやってきてますが、憲法についてはそもそも国民投票があるわけですから、憲法制定権力を持っているのは私たちじゃなくて国民の皆様ですね。だから日本維新の会は結党当初から憲法を国民の手に取り戻すという観点で頑張ってきましたが、改めて憲法を国民の手に取り戻すということで戦う憲法改正調査会としてやっていきたいと思います。昨日衆議院の憲法審査会の幹事懇談会、これまたですね、立憲共産が蹴飛ばして欠席をして、結局開催をされませんでした。要は国民から憲法を奪ってきたのが立憲民主党共産党であって、私たちはその憲法審査会が仮に彼らの抵抗によって開催できなくても、私たちは彼らがいなくてもやるべきだと思ってますが、仮にできなくてもこの日本維新の会の憲法改正調査会をフルオープンで開催することを通じて、国民に憲法、国民の手に憲法を取り戻す、そういう戦いをですね、今日から始めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。で今日は立花衆議院、法制局長、それから神崎、事務局長、憲法審査会事務局長、それから高森憲法審査会事務局総務課長、お出ましをいただいております。これも画期的なことでありまして、フルオープンで、これ YouTube に残していきますので、ぜひ国民の皆様に見ていただいて、知っていただいて、いく、そんな調査会にしていきたいと思いますので、ご協力お願いをいたします。ありがとうございます。それでは先ほど足立会長の方からもございました。今日の勉強会はですね、今までの経緯を立花法制局長にご説明いただくということで、国会における憲法論議の経緯と、それからですね、憲法審査会における国民投票法案の今の現状、議論の現状などについてご説明をいただきたいと思います。足立会長からもあったように、 YouTube にすべて配信をされております。それを、承知の上で立花法制局長や神崎さんや高見さんご出席いただいているので、本当にありがたいことだと思います。ありがとうございます。それからですね、こちらの憲法法制局の方でお作りになった、資料でございます。これ皆さんお手元にで見られると思うんですけれども、これ YouTube の方でも、これ YouTube に貼ってあるかな、貼れてます、貼って、今貼って、それからごめん、並行して今貼って、誰か、だって見てる人たちがいるわけだから、そうですね、もし晴れたら貼ってください。また後からでも貼っていただいて、はい、今画面共有していただきながら、ちょっと一緒に見ていただきたいと思います。素晴らしい資料になっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは立花法制局長、よろしくお願いいたします。
先生方おはようございます。衆議院法制局の立花と申します。維新の会の先生方には衆議院の議員立法各案で大変ご指導いただいております。この場をお借りして、職員代表して、改めて感謝申し上げます。本日は憲法審査会事務局の神崎事務局長及び高森総務課長とともに作成したご説明資料に基づきましてご報告をさせていただきます。ただいま過分なお言葉を頂戴しましたが、どの程度先生方のお役に立てるような付加価値のある報告ができるか甚だ自信はありませんが、一生懸命努めさせていただきたいと思います。さて、本日はただいま三木先生の方からもご紹介がございましたように、足立会長、三木事務局長のご指示により2つの宿題を頂戴してございます。1つは維新のこれまでの憲法論議を中心としながら国会における憲法論議の経緯について概観すること、もう1つが衆議院憲法審査会における議論の現状について簡単に痛感することであります。多くの先生方にはほとんど復習にしかならないお話かと思いますけれども、お許しいただきたいと思います。拙いお話ですが30分から40分ぐらい、お時間を頂戴することになります。ご容赦くださいませ。それでは早速1番目の宿題テーマについて、入らせていただきたいと思います。日本国憲法制定から、維新の会の先生方が国政に出てこられるまでの60数年間における国会における憲法論議を前史として最初に概観させていただきたいと思います。中学や高校の社会科の授業のようで大変恐縮ですが、今現在まで国会における憲法論議に大きな影響を与えていると思われる押し付け憲法論というのがございますので、上ですけれども日本国憲法の制定過程から簡単にまとめてみました。1945年8月15日の敗戦、その前日のポツダム宣言受諾によって、我が日本国は明治憲法の改正が不可避というふうな状況に陥りました。日本国政府は松本丈二博士を中心とした、委員会が日本国憲法の改正草案について議論を始めていたのですが、それが翌年1946年2月1日の毎日新聞のスクープによって、世の中に知られることとなってしまいました。あまりにも美音的な改正案に驚いたマッカーサーはこれじゃいかん、2月3日にマッカーサー三原則を発布し、 GHQ 民政局内で憲法改正草案を作っちゃおうということになりました。これが2月3日のマッカーサー草案、翌日から2月12日までの GHQ 民政局内部での起案、そして2月13日の日本国政府への草案施行といったことであります。いわゆる密室の9日間などと言われる日本国憲法の制定過程であります。このような制定過程を事実として見た場合、確かに押し付けの事実はあったということは否定しがたいものだというふうに一般には言われています。他方、そのような押し付けの事実を法的にどのように評価すべきかについてはさまざまな議論があり得ます。例えばそれが4月10日の婦人参政権を前提とした衆議院議員選挙の後で、いわば政権国会、帝国議会時代ではありましたけれども、衆議院および貴族院でその改正草案、改正案はいずれも丁寧に議論をされ、大幅に修正され、そして11月3日に公布、翌年5月3日に施行されていった。当時の世論調査によると、国民は9条の戦争放棄も第1条の象徴天皇制も含めて、こぞってこれを好意的に受け止めたというようなこと、そのようなことから、学者の中には新憲法制定といったような大きなイベントの場合には大なり小なり外圧があるというものだと、諸外国の憲法制定を見ても過程を見てもそのようなものだ、憲法の是非、改正の是非はその中身で判断されるべきだという議論も一方にあります。いずれにしても今現在国会の中にある押し付け憲法論とそれによる全面改正のご議論もありますし、中身でもって現状に応じた部分改正を目指していくべきだという議論もあると、いずれが
正しいか、あるいは適切かについては価値判断が分かれるところですけれども、事実として申し上げればこのようなことです。前詩の2番目は、さてそのような制定過程を経て1952年に我が国はサンフランシスコ講和条約によってようやく独立を回復することになりました。早速その後、左右の社会党が統一し、これに呼応して、自由党と民主党が保守合併して1955年自由民主党ができました。いわゆる55年体制の発足でございます。自由民主党はこの時党の成功を発表し、その中に現行憲法の自主的改正という党是を入れました。俗に自主憲法の制定というふうに略して言われますが、正確には現行憲法の自主的改正でございます。さてそのような自由民主党の決闘に合わせた形で鳩山内閣、短かった石橋湛山内閣を経て岸内閣、この鳩山岸内閣、改憲を目指された2つの内閣のもとに、衆議院の議員立法で内閣憲法調査会の設置法が制定されました。憲法改正の露払い期間だと言って日本社会党はボイコット、護憲の学者もボイコット、委員のうち十数名を欠員にした片輩のまま、中道から右派の先生方、国会議員、例えば中曽根康弘先生、若き日の、や憲法学者の先生方でもって、1年を経てようやく発足したのでございました。ただし英米法の台頭、高柳健三博士の公正中立な議事整理のもと、極めて制定過程の新文書が発掘されるなど、丁寧な調査を経て、1964年7年後に1100ページを超える報告書を取りまとめました。しかし時はいけらない、高度経済成長、憲法より飯だといった時代に入っており、この報告書は長い間お蔵入りになってしまうのでありました。その後は閣僚が憲法改正に言及すると首が飛ぶといったような、伝説というか、実際というか、そういうふうなことが言われるほどように、ある論者はこれを改憲不意の時代というふうになってまいります。さて今に続く国会での憲法論議を著につけたのは、1997年中山太郎先生が憲法施行50周年を機に超党派の憲法調査委員会設置推進議で、内閣ではなく憲法改正の発議権を持つ国会にこそ憲法調査会は作るべきだと言われたことに端を発します。中山先生はもともと小児科医です。小児麻痺の権威である小児科医です。中山君、お医者さんをやっていて、数百人数千人の命を救うことができるだろう。しかし政治家になると数万人数百万人億万人の命を救うことが、できるかもしれないんだよと言われて政治家の道に入った中山先生は、生命倫理、脳死臓器移植の問題や、科学技術の問題にその政治家としての前半生を、投入されたというふうに伺っておりますけれども、それが海部内閣湾岸戦争時の外務大臣を務められたきっかけから、これほど、我が国の自衛隊派遣が求められているにもかかわらず、窮状によって自衛隊が派遣できないというのはどういうわけなんだろう、自分は若い頃 B29 に追われて麦畑に逃げ込んで九死に一生を得た、平和に対する思いはこれほど熱い、でも自衛隊を派遣できなくて国際平和協力ができるのか、そんな思いをして、見たことも読んだこともない、多分謙遜だと思いますけれども、見たことも読んだこともない憲法に、後半生、政治家としての後半生をかける、そうやって2000年1月に衆参両院に設置された憲法調査会の衆議院の初代会長になっていくわけです。2000年から2007年までの7年間はまさしく国会における中山時代と言ってもいい、過言ではない時代だったと思います。中山先生の考え方はこの7年間の間に大きく変わっていったように思います。事務方としてお使いしながら、大変僭越な感想を申し述べることをお許しください。中山先生は憲法9条改正こそが自分の政治生命だというふうに言っておられました。でその政治生命は変わらないと思い、主張は変わらないと思います。しかしながら
憲法を議論する中で、さまざまな有識者からの意見を聞き、毎年のように7回も続けて海外調査に行く中で、憲法って我々が議論している国家の土俵だよね。国家の土俵だからこそ純粋に自分の考え方を一点の曇りもなく憲法に期待したいと思ってきた。それは間違いだ。憲法っていうのは価値観の違う多様な人たちのみんなの土俵なんだ。憲法こそ我慢して我慢して妥協しなければならない。憲法はグレートコンプロマイズ、偉大なる妥協の結果生まれるものでなければならないんだ。そのような考え方のもとに、中山先生は与野党協議のもとで、初代の会長代理加納道子先生、2代目中野寛成先生、3代目千石義人、4代目枝野幸男、その先生方と、まあ、時代は違うといえば違うかもしれませんが、二人三脚で7年間の憲法論議を進め、そして2005年に700ページを超える衆議院の憲法調査会報告書、2007年には憲法改正国民投票法を作ったということになるわけです。憲法施行後60年が経った憲法が還暦の年でございました。しかし2007年というのは参議院選挙の年、第一次安倍政権下で、与党は安倍総理総裁、野党は小沢民主党代表の下で、政局に揉まれていって、最後この憲法改正国民投票法は与党の強行採決という、そういう結末を迎え、その後4年3ヶ月の間憲法審査会は指導することができませんでした。これが維新の会の先生方が国会に登場してこられるまでの概略でございます。さてその後2009年の政権交代、2012年の再政権交代という、日本政治は大きな激動の時期を迎えます。中山太郎先生は2009年のあの選挙で、当選することあたわず政界引退を余儀なくされ、悔しい思いをされることになりますけれども、さてそういう意味ではいよいよ憲法審査会の時代が始動します。このスライドの左の方でまず憲法審査会第1期の外観を見てみますと、2011年民主党政権下において大和昭弘会初代会長のもと憲法審査会が始動します。大和先生は中山先生の偉大なる業績である衆議院憲法調査会報告書こそバイブルだ、まず復習しようというところから始まります。再政権交代後の自民党堀康介2代目会長もそれを踏襲されます。堀会長の時代には国民投票法で残されていた18歳投票権、公務員の政治的活動、一般的国民投票法の可否という3つの宿題に一応の決着をつけ、いよいよ、これから議論だというところまでこぎつけます。堀先生引退後は安岡沖原先生、まあ、3代目会長となり、誰かあれちゃう、誰かマイクが入ってるんじゃん、ミュートにできる、ちょっと局長すみません、はい、あ、じゃあちょっとやっといてね、あ、お願いします、はいはい。安岡沖原会長のところで立憲主義、さてその後意見審査、といった個別具体的なテーマに入ろうとしたところで、平和安全法制に関する議論の余波を受け、自由民主党が平和安全法制が通過するまで憲法審査会はちょっと中断してくれという与党側の中断要請によって1年5ヶ月間中断することになります。これは私が申し上げるのではありませんが、口さがないメディアの方々は憲法審査会っていつもホップステップ、いよいよジャンプだって言った時に肉離れを起こしちゃうよね。まあそのような形で、ホップステップ4年3ヶ月の中断、ホップステップ1年5ヶ月の中断といった、そういう繰り返しがあるということを揶揄されるかもしれませんが、永田町は政治闘争、権力闘争の場ですから、そのようなことはやむを得ないのかもしれません。さて、右ページに戻り、見ていただきますと、維新の憲法調査会は国政、に進出された後、直ちに平沼武夫先生との会長、
先ほども足立会長からご紹介ございましたように、初代事務局長として三木慶先生が就かれ、早速勉強研究を開始されました。そのキックオフの会議には2013年の4月だったと思いますけれども、橋本徹共同代表、当時は石原慎太郎橋本徹共同代表、まさしく昨日ご逝去されたというので感慨深いところですけれども、橋本先生が東京に出てこられて第一議員会館の会議室で、橋本節、憲法講演をされたと、まあ、弁護士らしいご講演だったと私も拝聴いたしましたけれども、それをキックオフの会議としていよいよ、維新の調査会が活動されます。大きく3つの成果を早速挙げられたと思います。一つは国民投票改正の3つの宿題について、翌年まとまるものを1年前の2013年5月の段階で維新案をもう提出する、早く国民投票改正案など決着つけろよという、そういうご主張だったと思います。2つは緊急事態条項の総括的な条文試案を三木試案という形で、試み案という形で提示されている。これはドイツの総合的な緊急事態条項にも被験しているほどのまとまったものというふうに評価されていると伺っています。もう一つは憲法調査会と安全保障調査会の合同会議でしたけれども、同じように平沼会長三木事務局長の下で、政府の集団的自衛権にかかる憲法解釈の変更に先んじる形で党としての見解が発表される。私が先生の方の前で申し上げるのは大変僭越ですが、維新の研究憲法調査会を中心とした活動はいつも一歩早い、これ肯定的評価否定的評価は全く別です、私は事務方ですから、そのような、活動をされてきたものと思います。ただその後結衣の会、結衣の党との決闘、次世代の党が分離していく、維新の党に解消されていくというふうに党が大きな組織変動が行われて、その後、選挙を挟む形で、小沢会長、三木事務局長、三木事務局長が井上事務局長に代わる中で、衆議院の憲法審査会の議論と合わせる形で環境権、立憲主義、一員制といったさまざまな議論をしていくという第2期を迎えることになると思います。さてその次でありますけれども、1年5ヶ月の衆議院憲法審査会、参議院憲法審査会の停止の間、維新はこれまた活発な議論をしています。それは江口先生を座長とし、伊藤信久先生を事務局長とする中で、今につながる維新の3項目、統治機構、憲法裁判所、教育無償化、あの維新の3項目を条文案として発表するということになったわけです。この時も、節目節目に大阪から橋本徹先生が来られて、これは都市センターホテルでのご講演だったと思いますが、国会議員団の先生方との全体会議を長丁派し、長時間されてあの3項目を詰められたことを、私どもも、傍聴しておりました。これが維新第3期の成果物と言えるかもしれません。さて2016年になり、再び憲法審査会が日本国憲法公布、まあ、施行だったり公布だったりするというのが微妙なところですが、公布70年を迎えたんだからまた動き出そうよという、まあ、そういうことで野党の先生方と合意し、もう一回立憲主義からやり直し、一票の格差、選挙制度、解散権、地方自治、新しい人権、当時問題となっていた天皇陛下の母体問題といった個別具体的なテーマを、衆議院の憲法審査会は議論していきます。これに合わせる形で維新の会は、小沢丸山体制の下でまずは自分たちの3項目のおさらいをし、有識者ヒアリングをしたあと、衆議院の憲法審査会のそれぞれのテーマについて予習をするという、そういう活動を広げられたのが第4期であったと思います。さてそれでは実は、この間少しまた衆議院の憲法審査会には、動きがございました。衆議院の憲法審査会が徐々に議論をされる中で、左の下に2017年5月3日、
安倍総理が、安倍総裁ですねが会見発言をされるということもございます。あの読売新聞を、読んでくれと言ったあのご発言です。あれは総理としてのご発言ではなくて総裁としてのご発言ですから、政治的にはそういうものだというふうにあの受け取られるわけですけれども、これにのっとって次のスライドお願いします。自由民主党は今までの草案、全面的な改憲草案を安倍総裁の提示された緊急事態、救助自衛隊明記、そして教育環境整備のほかに3人の先生方が、強くご主張された合区解消も含めた4項目の条文イメージ叩き台素案の策定に邁進されます。その間ちょっと衆議院の憲法審査会の開催頻度は落ちます。翌年3月25日の党大会でこの4項目条文イメージを発表します。これに民主党などの野党の先生方は反発されました。まあ、この反発は政治的だったわけですけれども、その反発の中でまた衆議院の憲法審査会は議論が停滞することになります。この間、憲法改正調査会、浅田会長、足立事務局長の下では憲法全般についてのヒアリングの後、新しい国民投票改正案の7項目について共同提出をされ、かつこの自民党の4項目を他党に先駆けてヒアリングをする、つまり他党の改正項目を真正面から受け止めてどのようにこれを評価すべきかという議論に傾注され、有識者からヒアリングをした後、球場を中心に我々はあの議論をどう受け止めるべきかということに議論を傾注されたのだというふうに拝察しています。この議論停滞後、2019年の11月から、森英介、団長を中心とした海外調査の海外派遣報告を契機に、また衆議院の憲法審査会はの議論は活性化してまいります。衆議院の憲法審査会の議論が活性化すれば、党内の議論の活性化も、各党の議論も活性化し、立憲民主党は新しい憲法論文の指針を、また国民民主党は新しい論点整理を発表されるなど、各党の憲法論議にも弾みがついていきます。そのような中で、昨年10月の総選挙がなされ、新しい勢力構造で、さてどのように憲法論議にアクセルを吹かしていくのか、あるいはブレーキをかけていくのかという、まあ剣が峰に現在立たされているといったところでしょう。この間、維新の憲法改正調査会は新しい第6期を迎えているような気がします。この選挙前、浦野先生会長の下での憲法改正調査会は、私どもが広報で、拝聴している限りではちょっとあのデータが見つからなかったので、ここには掲載することができておりませんことをお許しください。党内でのご議論はなされているんだと思いますけれども、まあ、多分私どもが知らないだけだと思いますが、データ間に合いませんでした。そしていよいよ昨年12月、足立、三木体制でこの憲法改正調査会の議論が始まったというふうに拝察いたしております。以上、維新の会の先生方の前で維新の会の憲法論議の公開関するという大変僭越なことを申し上げましたが、事務方として拝見させていただいているということは以上です。お時間の関係で、もうちょっとだけお許しください。大丈夫です。はい、2つ目のテーマ、憲法審査会における議論の現状についてご報告をさせていただきます。現在衆議院憲法審査会、もちろん参議院の憲法審査会の前においても議論のテーマは2つだと思います。憲法審査会の所掌は憲法論議の憲法本体論は当然ですが、同時に国民投票法の改正というテーマも目の前にあります。国民投票の改正テーマは公職選挙法で日々バージョンアップされている投票環境向上の議論をしなくちゃいけない。先ほど申し上げましたように国民投票法は2007年制定です。もう15年前になります。この間公選法では共通投票所ができたよとか、投票所にお子さんを連れて行っていいよとか、さまざまな便利な改正がなされているのに、
憲法改正という4文字がついただけで、そのような技術的な改正すら国民投票法に手を施せないのはどういうことだという議論が一部の先生方にございます。その議論と、もう一つは実は、放送 CM 規制の制定時から、内包されている議論が浮かび上がってきているということでございます。これについて次のスライドでごく簡単に論点をご報告申し上げます。まず右側、投票環境向上の議論です。投票環境向上については今申し上げました、憲法改正国民投票法2007年以降の公職選挙法並びの技術的な改正をすべきではないかということです。この改正は平成28年にすでに公職選挙法では共通投票所の制度の創設の7項目の改正がなされ、さらに平成元年には天災の時に開票事務が迅速にできたり、なかなかなり手がいない投票立ち会い人の選任要件を緩和しようといった項目がなされ、もうすでにこれは成功されています。また現在では郵便投票の対象範囲を拡大しようといった議論までなされています。このうち7項目については先ほど申し上げました維新の会の先生方も提案者になられた国民投票法の改正案で、昨年の通常国会で成立いたしました。しかしまだ2項目プラス1項目が残っていますし、公職選挙法はこの国会にもこのようなバージョンアップ改正が出てくるかもしれません。投票環境向上の議論というのはこれで終わりということはなく、常にアップトゥーデートなものにしていかなくちゃいけないんだと、これを清掃の国してはいけないのだという議論が横にあります。他方もう一つ国民投票法特殊の議論があります。 CM 規制の議論です。現行国民投票法の性格は与野党2005年から2007年までの改正の中で、現在の公職選挙法はべからず集団、ビラは何枚ない、運動選挙運動家は 何台ない、もうがんじがらめだ、それは武器対等の原則に委ねられているわけですけれども、しかしながら国民投票というのはそのような政治の土俵を作るものだから、できるだけ自由にしよう、そういう共通認識で議論が始まりました。そして制度設計されています。しかし放送 CM、 テレビラジオの放送 CM だけは非常に戦場的で感覚に訴えるので、通常の思想表現の自由市場における淘汰が期待できない。だから最低限期日前投票が始まる2週間前からは一切誰でも禁止ね、それまでは自由でしょうがない、反論すればいいのだという議論がありました。ただ民放連には放送法4条の政治的不偏不党によって自主規制してください、すなわち現行国民憲法改正国民投票は放送 CM については1つ14日前からは禁止という法的規制、2つ目民放連には自主規制をしてもらおうね、緩やかに、ここには書いてませんが、3つ目国民投票の際に設けられる衆参国会議員10名ずつからなる20名の広報協議会が公的報道を賛否言い分で大々的に展開する、これによって国民には正確な情報が大量に届くはずだ、この3つでもって十分な規制だというふうにされていたわけです。しかし民放連はよくよく考えたらば自主規制なんかできません。なぜならば我々は CM の受け手です。出し手がどの程度あるかわからないのに、両方とも15秒ずつと、両方とも同じ時間、同じ時間帯できるわけないじゃないですかというふうに言って、これに怒ったのが制定過程に辞任、自主規制やると言ったからあの案でいいよと言った、先生方です。野党を中心とする先生方です。自主規制やらないんであれば法的規制をもう一回やり直せという議論が起きました。しかし、CM 料について法的規制は是か非かという議論が今あります。それのみならず2007年から15年を経て、今時テレビ CM よりもネット CM の方が影響力大きいよと言ったこと、さらには CM じゃなくて個々人が発信する SNS はどうするんだといったような議論も出てきて、 CM 規制の議論はネット全般の表現活動を
例えばブレグジットやアメリカ大統領選挙、あの前々回の大統領選挙ですが、のようにフェイクなニュースやマイクロターゲティングによるフィルターバブルの中で偏った情報で意思決定をしてしまう有権者が多数いるということは、民主主義にとって本当にいいのだろうかという、その議論を憲法改正の場面でどう受け止めるか、結局は表現の自由の問題と国民投票の公平公正のバランスをどう取るか、この議論が突きつけられている。国民投票をめぐる議論としてこの2つの議論が突きつけられているということが、ここでご報告申し上げたかったことです。お時間の関係で次のスライドに用意しております7項目案に衆議院修正で追加された検討条項のことはごく簡単に申し上げますが、ここでも付則の検討条項として1号、投票人の投票にかかる環境を整備するための検討をしろよということ、2号、国民投票の公平公正を確保するための有料広告の制限などの議論をしろよということ、これが謳われています。この解釈にはさまざまな議論があって、この付則4条が法律として定められたので、法律の施行後3年間は国民投票の改正に専念すべきだという議論もありますが、野党の筆頭提出者も含めて、これ山野先生の議論を抜いてまいりましたが、提出者の立法者意思としてはこれはそのような宿題があるということであって、この規定の存在をもって憲法改正本体の論議ができないわけじゃないし、それはすべきだということ、もちろんこの条項に何がしかの応答しないままで憲法改正の発議はできるかということについては両論はありえますが、しかしながら一般の先生方のご認識は3分の2で発議できるのに過半数の国民投票が通過させられないということはありえない。今はこれ以上、深入りせずに淡々と車の両輪のように国民投票法の改正論議と、もちろん憲法論議の本体をやっていくべきだということになります。私今しがた憲法論議といったり憲法改正論議といったり2つの言葉を便宜使えていますが、使い分けていますが、これには大きな意味合いがありますので、スライドにありませんが、ここでご報告させていただきます。憲法審査会の所掌は憲法本体論議と国民投票の論議だと言いました。憲法本体論議は日本国憲法について、日本国憲法とこれに密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査をするという意味です。ということは、現下の状況の中で本当に国民の生存権は守られているのか、移動の自由は守られているのか、憲法の条項に照らして現状はどうなのだという、非常に政治的な言葉で言いますと、護憲のための論議も当然憲法審査会の重要な議論なんです。護憲の政党もどんどん出てきて、今の現在は憲法違反の状態じゃないか、憲法違反だから憲法改正するんじゃなくて法律を改正しろ、そういう議論をどんどんやってくださいっていうのが元々の意味です。もちろん調査の結果改正しないとダメだねって言ったら、それは改正すればいい。ですから憲法調査会、憲法審査会は護憲も改憲も含めて憲法論議をしていく、いわば国会に設けられた憲法の番人なのだ、そのような認識を、中山太郎先生とともに、先生方と確認をさせていただきたいと思います。最後にもう一つ、その憲法本体論議の中でも憲法改正につながるテーマとして、各党が昨年の総選挙で掲げた項目を、提起してみました。私どもが見ている限りでなので丸とつけたり勝手に×とつけたり、本当に×じゃないよというか言われるかもしれませんが、非常に分かりやすく若干ギガ化していますので、その点はお許しください。あと総選挙後の段階ですでに新たな論点を主張されている党の党首もおられますので、それも簡単にして報告を終わりたいと思います。このスライド12ページと13ページにまとめておりますのは、まず1表のページではよく言われる9条についてであります。自民党4項目の1丁目1番地は自衛隊の明記です。自衛隊の明記は別に国防軍にしたり自衛軍にしたりするんじゃない、国民に敬愛されている今のあの自衛隊の違憲論を払拭するために等身大の自衛隊を憲法に明記するだけだ、これが
安倍総裁、そして高村副総裁が丁寧にご主張されてきたところだと拝察しています。これについて公明党の先生方は、今現在合憲なんだからわざわざ明記する必要はないじゃないのかということを、少なくともこれまではご発言されてきたように思いますし、立憲民主党は明記に反対と明確に言っておられるように思います。2つ目、人権の分野では大きく2つあると思います。維新の会の先生方が先鞭をつけられた学校教育の無償化です。幼児期の教育から高等教育に至るまで教育の格差が顕伝される中、無償化によって我が国を教育立国として立国として下支えしようという、そういう崇高な理念に基づく改憲案だというふうに拝察しております。他方自民党も同じように教育充実と言っておられます。しかし無償化の3文字は入っています。これが乗り越えられる違いなのか、乗り越えられない違いなのかというところが大きな違いだと思います。他方公明党、国民民主党、立憲民主党に共通する新しい人権というのは、先ほど少し言及しましたが、国民投票法のところで言及しましたが、SNS などデジタル化が進展する時代、本当に旧来型の人権保障規制でいいのか、巨大プラットフォーマーたちのあの表現の自由の場、あの場がないと表現の自由はほとんど確保されない。しかし、民間セクターが場を形成している。そういう中で何がしかの規制は必要なんじゃないんだろうか、そういう議論がデジタル社会における人権保障の在り方だったり、データ基本権といった新たな論点です。その他公明党は環境権を、国民民主党は同性権を、同性婚を、立憲民主党は知る権利などをご主張されているように思います。2ページ目、統治機構については、これは、自由民主党は合区解消、過疎地から一人も、参議院議員が出せないというのは本当にいいのか、選挙制度というのは人口比例だけでいいのか、そういう大きな問題提起をされていますが、他党においては、そのような合区解消というのは一人一票の原則という、身体選挙法の原則に関する大きなものだ、大きな違反だという形で多くの党は反対をご主張されているようです。他方国民民主党、立憲民主党は臨時会の召集期限明示や解散権制約をご主張されていますが、統治機構の分野で大きな先鞭をつけておられ、具体的な案を出しておられるのは維新の会の先生方でいらっしゃると拝察しています。憲法裁判所の創設と同州制の導入を含む、統治機構の全面的改革であります。憲法裁判所の創設については国民民主党、特に山尾しおり先生、現在菅野しおり先生が大変にご主張されていたところとも受け止まっております。最後に現在の状況に対応した緊急事態対応です。自由民主党の緊急事態条項は、現在のような感染症のパンデミック前でしたけれども、大規模自然災害から逃げられない我が日本列島の宿命として、任期満了直前の自然災害、大規模自然災害の場合の議員任期延長や内閣による緊急政令、そして最近ではオンライン国会のご主張を新藤先生などは国会で議論すべき論点として提起されていますし、公明党はあくまでも国会機能維持だと、国会が機能しないことを前提とした内閣への緊急政令は不要だ、国会の機能を維持するのが緊急事態の最大の使命だから、任期延長とオンライン国会を議論すべきだという議論になっているように思います。以上でございます。最後は憲法審査会の進め方についての分科会方式について簡単にメモにまとめたものですが、これは実は中山調査会の時にすでに実施経験があるということだけ報告申し上げて、拙い、しかし早口でお聞き苦しいご報告を終わりたいと思います。時間若干オーバーして申し訳ございませんでした。ご清聴ありがとうございました。すごい、ただの復習というにはあまりにも緻密なご報告で、大変私も勉強になりました。足立政調会、それでは皆様方も大変勉強になったと思うんですけれども、分からないところや、疑問に思われたところ、またこれ今後のですね焦点などについてもご質問があればと思います。前川さんどうぞ。
はい、あの前川清重です。あの立花さんのご講義を聞いて、高尚なご講義を聞いて、あの国会に帰ってきたという気がいたしました。本当にありがとうございました。あのそれで私の記憶違いであればご指摘いただきたいんですが、あの国民投票法が強行採決されたんだという、こういうふうにおっしゃったんですが、確かにあの衆議院ではあの採決の合意のないまま来ましたけども、参議院ではあの関谷委員長の下で、丁寧に審議をされて、私もその時憲法調査会の理事をさせていただいてましたけども、30項目か40項目かの付帯決議をして、あの穏やかに採決したと思ってるんです。でその中に付帯決議の中にマスコミ規制のことが入っていたように記憶してまして、そしたら2007年から今まで十何年かかって、どうしてまだこれが積み残されたままになってるのかなというのが不思議な思いで聞いとったんですが、もしもこの点あの汚い感想も含めてあれば教えていただけたらありがたいです。あの前川先生、本当にご無沙汰いたしております。憲法はもちろんですが、倫理法各案でもあの因こそ違い、大変なあのご指導いただいてまいりました。まさしく先生おっしゃる通りです。国民投票法を制定時2007年、4月12日の衆議院での採決は確かに強行採決になりました。しかし内容的には当時の、民主党の筆頭理事でいらっしゃった、枝野幸男先生、実績の園田康弘先生とも、内容的には与党側の船田康岡両先生と合意していたと思います。ただタイミング的に、どうなんだろうかという、まさしく参議院選挙を前にした、政局感が、党の本部にあったと思います。それを受けられたからこそ参議院に行って、前川先生はじめ各先生方のご努力で参議院では実に、静粛な議論のもと、まあ、前川先生には大変厳しいご質問をたくさん頂戴したということを懐かしく思い出しますけれども、しかし粛々と付帯決議のもとに円満に採決された。これは先生のご記憶通りです。私もあの明確に記憶しております。2点目、参議院の付帯決議は最低、得票率の問題やら憲法審査会の進め方やら、大変に大きなしかし重要な付帯決議が、盛り込まれていたと思います。その中にメディア規制もありましたよね。ありますよね、はい。テレビラジオの有料広告規制については公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること、この付帯決議のもとに民法連においては自主規制をやってくれるものだと少なくとも与党も野党も信じていたと思います。しかし憲法審査会がようやく動き出して、いよいよ憲法改正いつあるかわからないぞというふうになってきたときに、民法連を承知したらば、いや自主規制実はできないんですと先ほどの議論があったので、これで与野党とも驚いたと、まあ、ということなので、15年間ずっと国会がサボってきたわけではないと思います。ただこの間その自主規制ができないということにどう対処するか、自主規制はできなくても現在の民法連が発表しているガイドラインでも十分だよねって、あとはやっぱりメディア規制は放送法や表現の自由の問題だよねということに重きを置くのか、いややっぱり法的規制不可避だって重きを置くのかで、再び合意が崩れているという状況ではないかと思います。以上です。いいでしょうか。ありがとうございます。柴田さんですかね、手挙げられてます。柴田さんですか、ね、はい、柴田さん手挙げてます。違いますか、なんて書いてあるの。特に挙げてません。あ、大丈夫、はい、わかりました、はい、すいません。他どなたがご質問ご意見ございますか。あのじゃあちょっと私から、はい、あの国民投票法先の改正の時に、不足修正がなされました。でこれはの立憲さんとかの提案ですが、私たちは強く反対をしました。で私たちが
そういう3年をめどに、うんぬんという修正案を入れることに反対した理由はですね、手続き法についての、まあ、議論、これが終わる、まあ、が一定の、まあ、段取りを踏むまでは発議ができないかのような、まあ、そうは書いてないんだけど、そういう主張をや、まあ、一部野党がすることの何かこう根拠に使われるような規定はですね、大変問題がある。憲法、国民の憲法制定権力を手続き法が邪魔をするという、尻尾がどうだろう振り回すような事態は絶対にあってはならないんだという観点から、馬場幹事と一緒にですね、私たちは反対をしたんですが、与党がそれを飲んでしまってですね、それは成立をしてしまいました。一部識者の中にもですね、それはやっぱおかしいと、少なくとも、まあ、法律がおかしいというよりは尻尾がどうた振ります、すなわち CM 規制の議論が終わるまでは憲法改正発議はできないんだというような議論が、まあ、あると。で、私たちはそういう戦いをしてきたということは、ね、今日参加のご参加の両院議員の皆様には承知をしておいていただきたいと思います。まあ、特にコメントというのはあれですが、なんかいいですね、特に、ね、なんかあれば、はい、まあ、せっかくですから一言だけ応答させていただきます。この検討条項付則4条は法的には検討項目について言及しただけであって、憲法論議のについても憲法発議それ自体についても法的な支障にはならないというのが立法者の意思だということは私もそう思います。ただ足立先生がおっしゃるのは、これが政治的にどういうことということについてはおっしゃる通りだと思います。それはさまざまな議論が与党野党あるいは野党の中でも会派においてありますから、それはいずれも政治的な主張としては成り立ちうるので、そのような成り立ちうる一つの主張、すなわち施行後3年間は国民投票に邁進すべきだというような議論は誤解を無視、ただ政治はその誤解に基づいて進む可能性があるんだ、このような不足は入れるべきではない、あるいは入れたとしても、憲法論議本体を妨げるものじゃないという解釈規定を入れるべきだという当時の足立先生、馬場先生、石野先生方の、ご主張はもっともだと思います。もっともだというのは成り立ちより一つのご見識だと思います。ありがとうございます。はい、他にも何かご質問ご意見ございますか。はい、鈴木先生、せっかく出てきたから、はい、聞いておきますけどもね、CM 規制なんていうのは、私は例えば選挙法でも規制できればですね、放送法でもそれなりの規制すればいい話じゃないかと思うのが、なんでこれ憲法での議論になってきたんですかね。それが一つとですね、この今IT の時代だ、ネットの時代だっていう中であってですね、プライバシーだとか人権問題が私は危機の課題になってますね、社会問題になってますね。これ今までの憲法審査会の中でこの人権だとかプライバシーに関してですね、議論があったのかないのか、あと環境権ですね、21世紀はこれ世界中が環境の世紀と言いながらですね、全くこの学校教育でも教えなければですね、あるいは自然に対する敬いだとか敬意だというのもなくなってきてますね。ここらの議論はどうなってたのか教えてほしいと思います。鈴木先生、ご質問ありがとうございます。大きく2つのご質問頂戴しました。 CM 規制と人権の問題であります。まず CM 規制については、公職選挙法では、有料広告がどういう場合に出すことができるかについてはがんじがらめになっています。はい、選挙運動についての有料広告は一切ダメですし、先生方は政見放送という形で枠内になっている。で、これについては国民投票法は基本的に自由としているところから議論が始まっているということが言えると思います。ただ先生のご質問は、有料広告についてなんで、国民投票でだけ議論になるんだということではなくて、むしろネット全般も含めて公職選挙法と国民投票法で違うのかというと、これは同じだと思います。実は
広告の問題はきっちり公選法は処理していると思いますが、できないという形で厳格に、SNS も含めたネット発信をどうするのかということになると、実は国民投票の問題じゃなくて、このデジタル時代における政治活動の問題、選挙も含めたですね、いう問題なのだ。それを憲法審査会プロッパーの問題じゃなくて、実は臨戦徳も含めた議論なのじゃないのかっていうのは本当はあり得ると思います。それを憲法審査会が先んじて議論として、宿題を背負っているような状態ではないかと私は勝手に思ってます。そのような問題であるという認識を表明させていただきますが、2つ目の人権保障については、2000年からの憲法調査会以降、プライバシーの問題、人権保障一般の問題、さらには、環境権の問題、大変な議論はなされています。なされているのに、じゃあなんで今大きく上がってきてないんだというのは、多分2つ問題があると思います。1つは、憲法解釈上、日本国憲法は非常に簡単な、簡潔な憲法ですから、世界の憲法と比較して、新しい人権は13条で解釈によって認められる。プライバシーも、あるいは最高裁はもちろん認めてませんが、環境権もということがあり得ると思います。ただそれについて2つ目ですけれども、環境権については憲法に書くことによって環境が重要だという国民認識を醸成し、かつ国家としての姿勢を表すこともできる。例えば斉藤鉄夫先生は、環境大臣もやられましたけれども、公明党として環境権のご主張を非常に強くされています。一緒に海外調査に行った時も、外国でお宅はどういう形で環境権を入れたのですかということ、非常に緻密に、規定されていますけれども、環境権については権利として規定するのか、あるいは国家の責務として規定するのかという、具体的に条文を書こうとなると結構大きな問題がある。そういうところにまだ書くとなかなか踏み込んでいかれてないと、ただ大きなテーマであるとは思います。以上です。ネット規制に関しては、ね、住民投票、大阪都構想の住民投票なんかでもいろんな情報が飛び交って、あれも規制がなかったので、やっぱりおっしゃる通りだなと思います。すみません、前川さん。すみません、何度も。今の鈴木先生の前の質問とも被るかもしれませんが、その CM 規制がですね、今憲法議論の喉に刺さった小骨だとすればですね、そこさえ解決すれば前進むんじゃないかと思うんです。で、民放連の自主規制に任せていたというのは、結局やっぱり表現の自由の問題があるので、権力っていうか国家権力が出ていくのは抑制的であるべきだという考え方に基づいてると思うんですが、でも自主規制しないというのであれば、法律で決めてしまえばいいのかなとも思います。と同時に、やっぱり表現の自由の問題があるので、法律で一方的に決めるのは憲法違反という問題も出てくるのかなとも思います。その辺の悩みがあって、この CM 規制の問題がなかなか解決していないのでしょうか。立花さんに教えていただけたらと思います。前川先生、たびたびありがとうございます。今の前川先生の論点整理に1ミリも付け加えるものはありません。おっしゃる通りです。そこをどういうふうに合意を形成していくかが、与野党の最大の論点だと承知しています。ありがとうございます。前川さん大丈夫でしょうか。はい、それでは他、じゃあ藤田幹事長。ありがとうございました。緊急事態の件について少しお聞きしたいんですが、今日ご紹介いただいた、自民党公明党さんの件を、緊急事態における国会機能の維持というところが論点だったと思いますが、
これ安倍前総理がですね、私権の制限との整理についても言及されたというふうに、承知しておりますが、コロナ禍のこの2年においてですね、いわゆる憲法や法律の整理なく、ある種の私権制限に近いようなことがですね、社会で行われてきたという側面もあってですね、このあたり、憲法や法律との整理っていうものの課題意識っていうのは持たれている方も多くおられて、でこのあたりのですね、この緊急事態における憲法のこの記載のあり方みたいな議論の広がりはですね、これまでどのあたりまでなされてきたのかということと、他党の検討状況等をですね、ご紹介いただけるところがあれば教えていただけたらと思います。藤田先生、ご質問ありがとうございます。大変難しい問題だと思います。何が難しいのかというと、憲法論として難しいだけじゃなくて、立法政策論としても難しいという、その交錯するところだからであります。端的に言えば、現行憲法の下ではロックダウンはできるのかっていう、この例えば象徴的な問いがあって、やっぱり憲法改正しないと、ロックダウンのような人権の究極的な規制、移動の自由を奪う、外出の自由を奪う、できないよ。だから憲法改正なのだ。これは憲法問題なのか、立法政策問題なのかということであります。日本国憲法ので保障されている自由は無制限ではありません。公共の福祉、非常に平べったく言うと公共の福祉っていうか、権利内在的なっていうか、そのような制限を受けることは当然です。そのような制限を合理化するためには、対抗原理、どのような理由によってその人権は制約されるのかという比例原則によって合理化されます。危険が大きければ制約も大きくてしょうがないよねということです。その制約はどこまでであれば合理化されるのか。そうすると現行憲法の下でも、もう、ロックダウンしか国民を守る手立てはないのだ、あるいはそれが科学的なエビデンスでもって合理化されるのだというのであれば、現行憲法下でロックダウンのような強力な規制は可能だというのが多分憲法学者の多くの考えだと思います。それに踏み込めないのは、本当にそのようなエビデンスがあるかということです。で、ここからが立法政策論と私の試験とが被るところですが、そのような立法事実を合理化ならしめる、エビデンスって、いわゆる立法事実って何だっていうと、確実な科学的立証ではだけではないと思います。感染症のような場合には、こうなったら確実にこういう危害が起こるっていう、危害原理だけではないわけです。予防原理。もしかしたらこう起こるかもしれない。わかんないから。わかんないときには、広く網をかけなくちゃいけないわけです。日本国憲法は、国民の生命、安全を守るために、予防原理に基づいて広く網をかけることを拒否している憲法だとは思えません。予防原理のときには、間違ったらば検証して次に変える。そういうふうな、アジャイルな、手法によって立法を検証し直すという、そういうことをやれば、現行憲法の下でも当然できるんではないかというふうに思います。ただ、危ない。やっぱり人権というのは重い。何がしか憲法にそのような規定が欲しい。あるいは規定があった方が明確だ。このような考え方が、実は立法政策の話が憲法改正の話と裏側でリンクしているんじゃないのか。いうふうに思います。ありがとうございます。すごい大変勉強になりますが、他にございますでしょうか。いいですか。じゃあなければ今日の立花法制局長の講義ですね。終わらせていただきます。こちらの方です。足立会長の方から最後一言、はい、皆さん今日はありがとうございました。また野崎事務局長、高森総務課長、ありがとうございました。ありがとうございました。今日ですね、緊急事態条項の話も出たし、だから CM 規制、いわゆる立憲民主党とかの修正提案で入った不足の話も出ました。で、とにかく私たちは
先ほど私からも申し上げたように、そういう政治的な動き、これは政治的な動きで国民の憲法制定権力が制限されることはあってはならないという立場で一貫してこれまで憲法審査会の活動取り組んできたことをですね、新人の先生方もいらっしゃいますので改めてご認識をいただきたいと思います。それから今回この憲法改正調査会ではですね、これまでの教育無償化、それから統治機構改革、憲法裁判所、この3項目に加えてこれからは幅広く緊急事態条項の話も含めてですね、憲法9条も議論をすることを妨げられる必要はありません。広く議論をしていくことをですね、皆様と心合わせをしていきたいと思います。で最後に今日、立花局長から少しちょっと踏み込んでお話をいただきました。すべてもしそういうことが あったとすればですね、それは私どもからの依頼で、私どもからの依頼でまとめて発言をしていただいているということですので、くれぐれも憲法審査会、事務局は、衆議院の事務局として私たち日本維新の会の活動を支えていただいているということですので、誤解なきようにお願いをいたしたいと思います。じゃあ本日はありがとうございました。はい、本日はどうもありがとうございました。それでは また今後もですね、いろいろな憲法改正の議論、そして日本維新の会で取りまとめた3つの法案、憲法の案などもありますので、新人の皆様方も私も含めて今後も勉強していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は立花さん本当にありがとうございます。高崎さん、高崎さん、ありがとうございました。